ユニホンテレビ。市総合防災訓練は9月1日が国の定める防災の日であることに合わせて市が行っているものです。令和2年までは毎年行われてきましたが、昨年は感染症の影響で中止となり、今回の訓練は2年ぶりの開催です。今年は大内地域の小中学校や総合支所の周辺、そして本庄地域の鶴舞会館が会場となりました。この日は地域住民や小中学生など600人を超える人たちが参加しました。訓練は午前8時過ぎに由利本荘市沖の北由利断層を震源とするマグニチュード7.3 の地震が発生し、大内で震度6弱を観測したとして行われました。大内総合支所の前では地震により倒壊した建物からの救出訓練が行われました。消防隊員が崩れた建物の屋根をチェーンソーで切り開き、開いた穴から逃げ遅れた人に見立てた人形を救い出します。最低策に当たる。最低策実施。角度から移動します。了解。助け出された人は現場に設けられたテントに運ばれます。そして救急救命士が怪我の具合などを確認します。このトリアージによって治療の優先順位の判断が行われます。怪我の程度の重い人から順に救急車で搬送されます。こちらは大内小学校です。ここでは地震の影響で火災が発生したと想定した訓練が行われました。慌てて行われます。学校の職員が火事の発生を知らせた後、通報を受けた消防隊が到着して放水を始めます。また校舎の中に人が取り残されたとして県防災ヘリが救助を行います。はしご車も訓練に参加しました。こちらでも逃げ遅れた人の救助を行いました。大内中学校です。こちらでは避難所の開設訓練が行われました。学校の体育館は災害の時に住民が避難してきます。その際、市の職員が屋内にテントを設置します。これによって避難してきた人たちのプライバシーが守られます。生徒たちはテントの設営や段ボール製のベッドの設営などを体験しました。また生徒たちは応急手当を体験しました。心肺停止になったとき、心臓マッサージや AED の使用で救命の可能性が高まります。生徒たちは消防署の職員から適切な対処方法を学びます。そして訓練用の人形に対して実際に心臓マッサージを行い、体で救命方法を覚えていました。音声が流れるから2分頑張ろう。物ですよね。
その後、市消防団の女性消防団員による講話が行われました。講師を務めた団員は、備えを学ぼうと題して、地震に備えた心構えや家庭で行える対策などを説明しました。その上で次のように生徒たちに呼びかけました。今の自分にできることをしなければならないことをこの機会に考えてくれたらいいなと思います。ぜひ皆さんには自然災害で絶対死なないという強い信念を持って、助けられる側の人ではなく、助ける側の人になってほしい。大地地区のスーパーマンになってほしいと思います。今日普段知れないことを知れてとても、ありがたかったです。今日家帰ったら早速家具の固定や、家族との避難場所の話し合いをして、いざという時に、備えたいと思います。地震の後の備えは、家でもしていますが、地震前の備えっていうのは、してないので、そういうことを、家でしっかり確認したいなって思いました。心肺蘇生法などの訓練に参加しました。どうですか、やってみて。実際体験してみないと分かんないことや、いざ人が倒れているときに助ける方法などを詳しく学べたのでよかったと思います。心肺蘇生法の訓練に参加しました。やってみてどうでしたか。やっぱりこう自分は力強く入れすぎちゃって、なかなか難しかったです。テントの組み立てと、ベッドとかの組み立てです。どうでしたか、やってみて。もっと複雑だと思ってたけど、なんか意外に簡単に協力しながら組み立てることができました。これから生かす機会があればやっぱり大事だと思うし、すごいためになる経験だったなと思います。来年の市総合防災訓練は東売地域で行われる予定です。